どうもこんにちは、スーパースターやっていきたいと思います。なんか大体いつも一緒の相手だな。うわやば、ここはやばい。左ウイング、パポン左ウイング持ってた、こっちの方がいいな。よしこれでいきますか。ブラント入れてもいいと思う。まあブラントは身長もまあまあなんで、ハキミって黒ボールなんかな。ハキミ持ってないよ。ハキミ持ってない。ボールね、繋いでいってサイドに振りながら、おー攻めていこうかなって思って、早速取られてる。いや、もうマジか。よし、よし、いいボール。うわー、マジか。うわ、かぶった。ミンサーかぶりました。さあ、あ、よっしゃ。うわー惜しい、惜しかったな。ワンチャンいけるかな。いいね、ナイスディフェンス。おー、来た、うわー惜しい。よいしょ。うわー、ちょっと焦りすぎかな。よいしょ。うー、イエス、オールリオスラ。よし、あー惜しい、やばい。レグレ、うわー、レグレから、おーおー、よいしょ、きた。ファビアンです。はよー、アブラハム。うわー、おー、危ねー、アブラハム外すところだった。あ、危な。今のこそループシュート放ったなって思って。いやー危な、今のは取られてもおかしくない。おー、股抜き素晴らしいね。いやー、これがトリッキーなんだな。股抜き、おシャンキーだね。いや、やばい、うまいわ、アブラハム。アブラハムうまいよ、マジで。
股抜きはかっこいいな。なかなか股抜きでゴール決めれることなんてないよ。あんな綺麗にゴールキーパーをの股をね抜いてシュートを決めるっていう、狙おうと思っても狙えない部分もあるし、うわ脅威だな。ロナウド、いいや、よく止めた。トラップ、さすがトラップだ。ほほー、腕ゴール、よっしゃ、よし、うわー、パボーン、反応してくれー。いやー、今のパス出さなくてよかったな。オッケー、ナイスキーパー、ナイスキーパーじゃない、ナイスキーパー。さあ、おっと、この、いやー、止められた。いやー、おぉ、おぉ、いやー、ロナウド、怖いな。一発あるからね、この選手は。やばいな、トラップがやばい。うわ、これやばくない？足が長いからさ、トラップできちゃうんだもんな。あれ普通できないところ、柔軟性もあるからさ、ロメル・ルカクみたいな硬い動きではない。うわー、そう、ちょっと使ってないかな。ここだよ、で、フィルフを入れるか。何ぐらいかな。さあ、来た。さあ、これはね、さすがに誰も寄せてこなかったな。誰も寄せてこなかった。謎だったけど、レグリーニ、無難に決めてくれる。足も速いし、ドリブルスピード速いんだね。2列目からの引き出しがある。センターもフィルポ、あれ、フィルポ、何してくれてる。なんと
うわー、あぶねえ。あぶねえよ。いやー、シュートブロック入りきれたと思ったんだけどね。うん、インターパスいいね。グランダーパスだね。よっしゃ、来た、来たんじゃない？うわドドン。うわー、今の一発で決めてほしかったな、アブラハム。いやー、アブラハム惜しかったな、今の真ん中だったね。でもニア、ニアもう無理だもんな。シュートコースってか、まあ、なかったのかな。まあ、いけるニアだったな、今の言い方が。パルス。インターの。インターの。はい、うわ。危ない、あぶねー、サンチョ、あぶな、バック合わせて、そっか、ゴールキックでも直接アブラハムに蹴り込むっていうのが、そっか、できる、身長がでかいから。いやー、面白いね。アブラハムが入っていっそのこと面白くなったんじゃないかな。まあスペシャルトレーナーを使わずに、こういう試合経験でね、どんどん成長させてい、くプレイヤーに、ね、させたいと思うんで、まあもちろん、視聴者の方も一緒になってね、こう楽しめるような、そういう、成長を感じられるゲームをね、したいなと思いますんで、まあやっぱり、スペシャルトレーナーを使えばもうすぐにね、強くしようと思えばできるわけですよ。だけどまあ今スペシャルトレーナーの数も少ないといったところもあるし、まあやっぱりそういう地味なね、成長をこう感じながらやっぱり楽しめる方が、まあ面白みは長く続くんじゃないかなと思って、まあなのでまあこう早く成長してほしいなっていう気持ちはあるものの、まあ一緒にこうね、ゆっくりと楽しんでいきましょう、このアブラハムの。もう今アブラハム激アツです、このチームは。はい、ということでアブラハムの応援よろしくお願いします。チャンネル登録もお願いします。バイバイ。